Oh, the bomb, どこどこどこから来るのか黄金バット秘密のマントは正義の印さっとその飛ぶ真っ赤の力地球の平和を頼んだぞどこどこどこから来るのか黄金バットこの鳥だけが知っている星を観測しとんのかね。はあ、綺麗なもんだね。毎日毎日犯罪ばかり追いかけましとって、こんな綺麗なもんがあんの忘れとったよ。静かにしてください。あ、また動いた。何？もう遅いから帰った方がいいよ。両親が心配しとるよ。大変だ。地球が危ない。え？どうしよう。君のような年頃は実に空想家なんだな。まあ星のことはそこにある天文台に任しときたまえよ。天野さん、本当なんです。僕の言うことを信じてください。笠早君、宇宙には現在のところ何の異常も見当たらんよ。僕はこの目でちゃんと見たんです。君が毎晩熱心に天体を観測していることには感心しているよ。しかし確実な証拠がない限り素人の言うことは信用できないんだ。博士、どうしたんですか。いや、風早君がまた物騒なことを言い出してね。惑星イカルスが軌道を変えてこのままじゃ地球に激突すると言うんだよ。イカルスが軌道を変えた。ええ、一週間ほど前から徐々に軌道を変え始めたんです。このままじゃ本当に地球にぶつかるんです。嘘じゃありません。風早君、新聞記者は君のニュースに飛びつくかもしれんが、我々専門家は慎重に検討しなければならない。わかるね。でも君、今や人類が月に旅行する時代なんだ。宇宙はもうそんなに神秘じゃないんだよ。人間はまだ宇宙のごく一部しか知らないんです。宇宙には神秘なことがいっぱいあるんですよ。イカルスの軌道を完全に変えるんだ。よし、イカルスの軌道は完全に地球に向かった。これで地球はイカルスに激突して木っ端みじんだ。危ないじゃないか。誰すんだよ。離せよ、離せってば。ケイ、お前たちは誰だ。おどこへ連れて行くんだ。
ご苦労様。隊長、お客様が見えましたわ。風早明君、私は大和根だ。よく来てくれた。大和根？聞いたことはないな。世間のほとんどの人は私たちのことを知らないわ。我々は君のことはよく知っている。君は宇宙や科学について非常に博識であり、大変な才能を持っている。自動車工場に勤めていて親兄弟はない。どうしてそんなことを。あなたたちはここで何をやってるんですか。何か悪いことでも企んでるんじゃないですか。そう思うかね。日本アルプスの山中にこんな設備があるとは誰も想像つかんだろうからな。一体ここは何なんですか。国連の秘密機関で、正式の名称はパール研究所。地球上のあらゆる異変に備えて研究しているところだ。こっちへ来たまえ。君はイガルスが急に軌道を変えて、このままの状態では地球に激突することを知ってるね。知ってます。我々の計算では、このイカラスが地球に激突するのは10日後の12月16日だ。グリニッジ標準時の8時23分になっている。あと10日後に。そうだ。イカラスが地球に激突すれば、地球はひとたまりもなく破壊される。我々は全力を挙げてそれを阻止しなければならないんだ。でもイカラスの軌道を元に戻すことは不可能でしょう。軌道を元に戻すことは不可能だ。しかしイカラスが地球に激突する前にイカルスを破壊することはできる。え？我々の研究を推し進めていくために、どうしても君の才能が欲しいんだ、アキラ君。我々の隊員になってくれないか。僕は隊員に？我々に協力して地球の平和を守ってくれたまえ。はい。ありがとう。パール博士に紹介しよう。来たまえ。パール博士のお孫さんのエミリーちゃんです。今日から新しく退院になられた風早明君よ。よろしく。博士、風早明君です。退院になることを承知してくれました。それはよかった。しっかり頼むよ、明君。はい。これは何ですか。私と大和根君が苦心して作り上げた超破壊光線砲だ。超破壊光線砲。原子力で作った光を特殊なレンズで1000個の水爆に相当する熱線に変えて放射するのだ。つまりね、現在アメリカ陸軍が開発しているルビーを利用したレーザー光線っていうのがあるね。原理はあれと同じなんだよ。この超破壊光線砲は接近する惑星イカルスを一瞬にして破壊できる力があるんだ。すごいな。ところがこの超破壊光線砲はまだ完成していないんだ。どうしてですか。その強烈な光を通すレンズがまだできないのだ。今別動隊がレンズになる原石を探しに行ってるんだよ。隊長、別動隊が SOS を発信し助けを求めています。何？どうした。連絡のプラットは。なんだって。じゃあ別動隊は遭難したんですか。SOS 発信地点は北緯15度23分、西経172度11分。海上じゃないの。別動隊は海上で遭難したんだわ。緊急出動だ。あ、僕も出てってください。よし、行こう。スーパーカー2号発進。位置はこの辺です。分かった。遭難現場はやっぱり海上だな。島だ。博士、地図に載ってない島です。とにかく着陸してみよう。着陸準備。はい、はい。
向こうだ。はい、はい、おい、おい、しっかりしろ、しっかりしろ、おい、おい、隊長、顔がみんな焼けたられてます。かわいそうに。するとこの島に誰か人が、象形文字です。読めるかね、ヤマトネ君。預言者ヨハネス。何、預言者ヨハネスだと。え、ことによると幻の大陸と呼ばれたアトランタス大陸の一部かもしれんな。え、アトランタス大陸、うん、数万年前に高度の文明を誇り、ある時忽然と海底に沈んでいったという大陸だ。でも一旦海に沈んだ大陸がどうして姿を現したのかしら。わからん。どこに逃げても我が謎の手のひらの中にあるのだ。行って全員を地罰にあげよですか、博士。大丈夫だ。奴らは何者でしょうね。さっぱりわからん。清水汚染、博士。よし、奥へ入ろう。あるかもしれない。とにかく手分けして探すんだ。はい。あ、あそこから光が。
証券文字だわ。隊長、何て書いてあるんですか。1万年後に人類の危機が必ず来る。その時この棺の蓋を取り去ると我黄金バット1万年の眠りより覚めて戦いを共にせん。一滴の水を我が胸に注げ。水を一滴。おじい様、原石探知機が反応を。うん、さあ山本君、蓋を開けてみよう。え、開けてみよう。曽根君、とうとう見つけたぞ。探していた原石はこれだ。博士、これで超破壊光線砲は完成するぞ。地球は救われるんだ。骸骨がうめいてるわ。エミリ、何が起こるかわからん。触ってはならんぞ。出口を探せ。早くするんだ。はい。隊長、穴が開きました。1万年の眠りより覚め戦いを共にせん。我は正義のために戦うのみ。黄金バット、エミリーよ。はい。お前は我の恩人。もしお前の身に危険が迫りしときは我黄金バットを呼べ。我は必ずお前のそばに現れるであろう。さあ、その原石を持って早く行くがよい。しかし我々はここから出ていくことができないんだ。外には敵がいる。我は正義の味方黄金バット。叩き潰されぬうちに失せろ。おお、あれは何者だ。我々は死に歯向かうつもりか。殺してくれ。
一部停止しました。くそー、オーモンバットめ、今に見ていろ。者どもよく聞くがいい。わしは宇宙の支配者ナゾーである。わしが惑星イカルスの軌道を変えたのだ。貴様たち人類が宇宙に存在することは許さん。宇宙に存在するのはこの謎だけであるからだ。そこでわしは地球を破壊する。イカルスが激突する時が人類の最後だ。この日を楽しみに待っているがよかろう。くそ、あいつらがやったのか。さあ急いでこの島を去るがよい。我がよみがえるとこのアトランタス大陸は再び海底深く沈んでいくのだ。さらば。よし急ごう。本日国連の宇宙科学センターは人類にとって誠に重大なニュースを発表しました。惑星イカルスが突如軌道を外れ、地球めがけて舞地文字に突き進んでいるのです。このままではあと1週間以内にイカルスは地球に激突します。国連事務総長は直ちに世界各国の科学者を招集しました。なんだ、リスか。これじゃどんな敵だって潜入できまい。だが油断はならんぞ。完成だ。これで地球は救われるんだわ。博士、すぐイカルスを破壊してください。いや、それは無理だ。どうしてですか。今イカルスは月の何万キロも向こうにあるんだからな。そこまで光は届かんよ。じゃあイカルスが射程に入るのはいつなんですか。説明しよう。イカルスは1週間後に地球に激突する。月を通り越して地球に接近した時が超破壊光線の射程内に入った時だ。あと1週間か。博士、発射テストしてみましょう。よーし、目標は標的衛星。標的衛星目標地点に接近。超破壊光線砲発射。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0。超破壊光線砲の威力を。あの超破壊光線砲があっては宇宙を征服することは不可能だ。ケロイド、ピラニア、着艦。超破壊光線砲を必ず手に入れよう。正体不明の飛行物体接近中。
おかしい。飛行物体は消えました。よし、全員所定の位置につけ。これ以上近づくと奴らに気づかれる。ジャッカル、ミラニア、バッ。この中に超破壊光線砲がある。Thank you.
必ず我々は連れ戻す。それまでの辛抱だ。そうだよ、エミリーちゃん。イカルスは6日後に射程距離に入るんだ。悲しんでいる場合じゃないよ。ごめんなさい。隊長、ナオミさんがいませんが、誘拐されたんじゃ。いや、彼女は超破壊光線砲を守ってるんだよ。でも、おかしいな。何が？これだけの騒ぎを聞いて飛び出してこないと不思議ですよ。どんなことがあっても出るなと言っておいたんだよ。行ってみよう。はい。全方がありません。あ、ナオミさん、しっかりして。あ、ナオミさん。隊長、申し訳ありません。敵は壁の中から急に現れて。敵の方が一枚上手だったんだ。君の責任じゃないよ。でも、超破壊光線砲は。奴らあれを奪っても、使用することはできないんだ。どうしてですか？超破壊光線砲で、最も大切な部分の特殊レンズを外しておいたんだ。え、本当ですか？うん、このことはパウル博士と私の秘密だったんだ。先手を打っておいてよかった。そうですか、よかった。隊長、特殊レンズはどこへ隠したんですか？いや、その場所を言うわけにはいかない。じゃあ、私たちを信用できないとおっしゃるんですか？そうじゃないんだ。イカルスが射程距離に達し、超破壊光線砲を発射するまで誰にも言えないんだ。いい、超破壊光線の特殊レンズはどこにある、言わぬか。よし、お前の体に聞こう。やれ。電流を上げろ。これでも言わぬか。死んでも言わんだ。意識失いました。バカのように突っ立っているな。貴様たちは役に立たぬものを交渉を大事に持ち帰った。今度失敗したら殺すぞ。
ため、マジなことをしたら、オンオンバットに現在地を知られた。至急タワーを移動させよ。こいつはどうしますか。人間複写機にかけろ。私よ、エミリちゃん。あ、ナオミさん。うなされていたようね。おじい様が暗い世界にどんどん落ちていくの。私が見た夢も同じよ。え？じゃあ、正夢なの？おじい様は謎に殺されたの？そうじゃないわ、エミリちゃん。私が見た夢にはまだ続きがあるの。え？博士は、この先の地獄岩のところで助けを求めていらしたのよ。おじい様が地獄岩のところで。夢と思えないわ、エミリちゃん。行ってみましょう。ええ。地獄岩だわ。大丈夫よ、脈があるわ。おじい様。博士、謎のタワーはどこにあるんですか。イカルスはあと5日で地球に激突します。謎のタワーの所在が分かれば超破壊光線を奪い返すことができるんですよ。博士、思い出してください。博士、どうやって謎の手から逃げたんですか。おじい様どうしちゃったのかしら。ショックで記憶を失ってしまったんだわ。きっとナゾーによほどひどい目に遭わされたのね。かわいそうに。緊急事態発生。隊長、イカルスのスピードが上がりました。何？イカルスのスピードは今までの速度の倍近くの速さです。イカルスはあと3日後に地球に激突するんです。我々に残された時間はあと3日しかないんです。いや、3日もない。我々はイカルスが月を通り越してこの射程距離に入った時に超破壊光線砲を使って爆発する計画だった。もし仮にイカルスがこの射程距離を超えて地球に接近したとなると、その時に超破壊光線砲を使ってもすでに遅いんだ。なぜですか。たとえイカルスを破壊したとしても地球は爆発の大きな影響を受ける。大地震、大津波、全世界の旧火山が一斉に爆発、その他想像もつかないような惨事が起こるんだ。
場合によっては地球最後の日になるかもしれん。勝負あと2日だ。今から超破壊光線砲のボデを作るにしても時間的に不可能です。隊長、対策は？奪われた超破壊光線砲を奪い返すだけだ。しかしどうやって？わからん。レンズは一体どこに隠したんだ？エミリー、どうしたんだ？なぜそんな顔をするんだ？あなたはおじい様じゃない。おじい様なら特殊レンズの隠し場所を知ってるはずです。からには逃しはせん。助けて、黄金バット。いやあ、コウモリさん。うるさい。眠れ。捕まえた。ジャッカル、エミリーを血祭りに上げろ。やめろ、やめろ。おじい様、おじい様、何をする、やめろ。子供に何をするんだ。レンズの隠し場所を言えばイカルスを止め地球を救ってやる。私を殺し、レンズはどこだ。知らん、死ぬもんか。マグを殺されてもいいのか。レンズの隠し場所を言えばイカルスを止め地球を救ってやる。お前の言うことなんか信用できるもんか。エミリー、エミリー、たとえ地球が滅びてもあのレンズを渡してはならないのだ。あれを渡せばラゾーは超破壊光線砲で宇宙を荒らしまるだろう。いいな、分かってくれるな、エミリー。分かったわ、おじい様。あおお、お前は人殺しだ。ジャッカル、二人を牢に放り込んでおけ。よし、こうなったらイカルスをもっと早く地球に激突させてやるばかりだ。イカルスの速度を最高にしろ。破壊したイカルスは今夜中に超破壊光線砲の射程距離に入る。だが今や我々は射程距離に入るイカルスを手をこまねいて見てなければならないんだ。イカルスがこのままのスピードで進めば地球に激突するのは明日の夕刻だ。そこから逆算して地球に影響のない地点でイカルスを破壊するのは明日の昼。
電子計算機が弾き出したギリギリの時間は明日の正午12時だ。もしこの時までに謎から超破壊光線砲を奪い返すことができなければ、地球は破滅し、人類は一人残らず滅亡する。隊長、レンズは本当にあるんですか？ある。レンズが我々の手にある限り、我々はまだ謎に負けはしない。奴らはレンズが欲しいからこの研究所を破壊できないでいるんじゃないか。わかりました。君たちは直ちにスーパーカーで出発、全世界をパトロール、謎タワーの所在を突き止めるんだ。はっ。隊長、レンズは一体どこにあるんですか？研究所の中にある。研究所の中どうです？人を隠すなら人の中、この葉を隠すなら森の中ということわざがあるだろ。そんな謎みたいなこと。罠にかかったな。え、罠？それは原石探知機じゃない、ガイガーカウンターだ。よく見ろ。お前をおびき出すために博士の部屋にわざとガイガーカウンターを置き、その台の下に反応を起こすような放射性物質を置いといたんだ。偽のパール博士を連れ戻った時からお前は怪しいと睨んでたんだ。ナオミといつすり替わった？超破壊光線砲をここから奪った時さ。謎タワーはどこにある？謎タワーはどこにあるんだ？誰もいません。
まさかあいつらが。この道をまっすぐ行けば東京だな。畜生、謎田はどうにゃんだ。何よ、レンズを手に入れたか。それが失敗したのか。レンズは研究所のどこを探してもありません。言い訳は聞かん。お待ちください。研究所にないとすればレンズは第三者の手にあるかと。第三者？黄金バットです。あれ、黄金バットか。そうとしか考えようがありません。なるほど、黄金バットか。ヤマトレメ、うまい隠し場所を見つけおったな。だがピラニア、お前はヤマトネに正体を見破られて失敗した。お許しください。失敗は許さん。どうしますか。うん、黄金バットからレンズを奪う道具に使おう。え、すぐ黄金バットを呼び寄せろ。え、黄金バットを呼び寄せる。あ、危険です。それだけはおやめください。バカ者、宇宙のシャイシャナゾーが黄金バットに遅れを取るというのか。黄金バットに謎の威力を見せてやる。すぐに呼べ。しかしどうやって黄金バットを。エミリーを使って呼び寄せるのだ。捕らえてあるコウモリを放せ。あ、コウモリ。こりゃよく逃げてきたな。コウモリさん、黄金バットを呼んで私たちをここから救い出してお願い。それから預かった超破壊光線砲の特殊レンズをよこせ。さもなければ人質を一人ずつ殺す。おのれなぞ。黄金バッド、抵抗すると犠牲者が増えるぞ。待て、待ってくれ。オーゴンバット、レンズを渡してくれ。これ以上犠牲者は出せないんだ。レンズを渡す。その代わり人質を殺すなよせ。受け取るがよい。
ついに降伏したか。ジャッカル、空飛ぶ潜水艦でオーゴンバットを撃滅せよ。ヤマトね、超破壊光線砲は確かにもらった。しかしイカレスは止めん。これから地球最後の瞬間をゆっくりと拝見させてもらうぞ。イカレスはあと1時間で射程距離を超える。オーゴンバット、なんとかならないか。あ、空飛ぶ潜水艦だ。我に生産あり。タワーの入り口の扉が開きました。光線砲を奪い返すんだ。今ならイカラスを破壊できる。はい。どうした、なぜ早く飛ばぬ。ダメです、タワーの根元に潜水艦が激突し動けなくなりました。バカ者、イカラスを止めてください。いかにわしでも目と鼻の先まで接近したイカラスを止めることができるのか。地球脱出までにはあと10分しかない。応急修理はできるのか。光線砲を探すんだ。はい。あ、
よし、行こう。はい。トネ君、あ、エミリーちゃん、時間ぐらい鍵を早く外すんだ。はい。あ、直美さん、アキラ君、早くするんだ。はい。光線砲は引き受けた。ここから早く立ち去れ。よし、急ごう。はい、早く。すぐに地球を脱出しないと危ない。応急処理はどうなってるんだ。応答せよ。おゴンバット、謎最後の時が来たとして。なんだと。いつの時代、いつの時でも悪が栄えた試しはない。うるさい、かかり。黄金バットの力を見ろ。
自爆装置が動き出した。そうだ、破壊光線砲だ。ありがとう。シーズ、すぐ走るぞ。よし。発射準備完了。発射用意。テン、ナイン、エイト、セブン、シックス、ファイブ、フォー、スリー、トゥー、ワン、ゼロ。ありがとう。力をもって世界を征服せんとする者は自らの力によって滅ぶ。エミリーよ、別れの時が来た。え？さらば。